続いてはこちらをご覧ください。この写真何の写真か分かりますか？ここ堂々と書いてありますね、荒川遊園と書いていますね、実はこちらなんと60年以上前の荒川遊園なんです。でそしてこちらが、割と最近のもので2013年の園の様子、地域に愛された荒川遊園があさってリニューアルオープンします。コンセプトはどんな人でも楽しめる遊園地、一体どんなものになったのでしょうか。入り口入ってから一番目立つのがこちらの観覧車です。園のランドマーク観覧車は以前に比べ直径が26メートルから40メートルに大きくなり、天気の良い日は富士山やスカイツリーまで見渡すことができます。その他メリーゴーラウンドや園内を走る汽車も新しくリニューアル。ただ変わったのは大きさや見た目だけではありません。新しい観覧車に設置されたのは車椅子専用のスロープです。乗り物には足の不自由な人や車椅子の人でも楽しめるよう専用のスペースも設けられました。今回荒川遊園が掲げたコンセプトはどんな人でも楽しめる遊園地。そのため子育て世代が来園しやすいようにと授乳室などを備えたベビールームも作られました。さらに幅広い世代に人気が出そうなのは動物広場では20種類の動物と触れ合え、ウサギやアルパカに餌やりをすることもできます。こちらは以前から展示されていた都電荒川線の車両、あるものに変身しました。それが実際に使われていた都電荒川線の車両がカフェに生まれ変わりました。懐かしい雰囲気の中でこういった飲み物や食べ物を食べることができるんです。若い世代をターゲットにした映えるカフェに、オリジナルのレモネードやつり革をイメージしたパンなどをレトロな空間で味わいながら楽しむことができます。地域に愛された遊園地はみんなに愛される遊園地へ。荒川遊園はあさってリニューアルオープンします。